2年前の2年前になっちゃうんで、はいはい、そのまんまにしてるけどね。あ、そうだね。それあの手広くネットかなんかを駆使して販売すればどうかわからんけど、メス売りだけじゃありそう。また欲しいものだけもらえんですから、割れ当てになっちゃうから、うんうんうん。でまたそれを買うためにまたあのいろんなものを仕入れなきゃいけないんですよ。そうするとやっぱそのリスクが出るから、まあ、極端に言ったらまあ20個買って5個は売れるんだけど、その15個がだんだん売れなくなったら在庫になるでしょ。そうですね。もうそれをどうするか ね、どうしてもやっぱりね、いろいろありますからな。なるほど、うん、そうですよね、確かに。すいません、あのタイガー戦車ってちょっと見せてもらってもいいですか。アメリカシャーマンね。あ、ですよね、これね、ちょっと大きいかな、25センチぐらいになりますかね、太鼓まで入れると手のひらサイズの4発ですね。あ、はい、それはちっちゃいね。それはね、はいはい、これは35分の1からちょっと迫力があるで、あ、結構やっぱ売れるんですか、昔からっていうか。なんかそうやね、特別めちゃくちゃやけど、あと根強いんですよ。タイガー1型、キングタイガーね、シャーマン、はい、それからあの重国、はい、ソビエトやな。そうですね、そういう感じでね、中期生産、真ん中やね。中これは後期じゃねえかな。これ後期やね。あ、後期ですね。この後にこれになったんじゃないかな、まだ最初の分もあると思うよ。こういう海外のあるじゃないですか、こういうのってのは、はい、これはもう何ですかね、普通の日本のメーカーさんっていうか、なんかそういう卸の人に。あ、そう輸入元はね、はい、あの長谷川とか青島とか、これどこがあの窓口になってるかな、いろんなところありますからね。なるほどなるほど。その模型、日本の模型屋さんというか、そういう製作会社みたいなのが窓口。そういうことですな、やっぱあれですよね。あ、プラっていうとこや。あ、青島絡みの、ね、メーカーさんが。じゃあウクライナのプラモデルもありますからね。あ、今もあるんですか。ありますね。あんまり最近入ってこなかったけどね、お店には置いてないですよね。お店はちょっとあんまりあの手が悪いんであんまり置いてないんですよ。これあれですよね、あの漫画の、あ、これキングタイガーですかね。キングタイガーですね、はいはいはい。あ、いいですか。はいはいはい、違う、うん、うん、ですな、うん、これはこのなんて、黒騎士物語、はい、ね、出てくるやつなんかね、なんかちょっと あれですよね、コミックのあれですよね。はいはいはい、なんか、あ、35分の1だから一緒ですね。あ、はいはい、1、2センチのズレはありますけどね。これ35分の1でしょ、これ。スケール書いてないか。あ、書いてますね。タイタニックあるんですね。え、立てなくて、はいはい、大丈夫ですか。
行列駐車とかバック駐車の時に分離帯で後ろ見れるとそれだけで結構心強いですし、それも映画なんかやったりするとちょっと売れるけど、ね、あ確かにそうですよね。ちょっと今落ち着いたからね、映画見る人はほとんど見ちゃったし、テレビでなんか再放送みたいなのね、ね、はい、なんか見るともうちょっとバラバラになってるから、なんじゃろこれなるこれね、あ、うん、組み立てて初めて、あそうそうそう、かる、これになりますからね、あとこれでさ、あちっちゃい版みたいなのもあるんですよね、記念みたいな、ああそうやね、うん、なんかサービスつけてくれてさ、これはちょっと時間かかりそうですね、ちょっとああそうだ ね、はいはいはい、あその相棒さんってのはもう昔からのなんか付き合いのと、あそうやね、うんうん、で模型屋さんやろうみたいな感じ、そうそういうことです、うーん、はい、え今でもつながりがあったりするんですか、お忙しいと思うんですけど、たまに元気かないう感じ、はいはい、うん、そうなんですね、使わないとねえんじゃないかな、ですよね、まあちょっとそれに近い色だったら大丈夫なんですけど、なんか近い色、どんな色が近いんかな、まあなければもう普通の赤でも大丈夫ですし、なんか比較的その近い赤をちょっと薄めたような、ちょっとまあ出してみるけど、なんかこれはちょっとあの自動車の色で、はい、これ原色よね、ちょっと違うでしょ、あ違いますね、ね、あでもこっちの方がなんかちょっと近い感じがしますね、あそう原色が、あとこれか、この辺だわ赤、あはいはい、真ん中ですかね多分、なんかちょっと、あなるほどね、はい、あはい、真ん中に変えます。